僕はもう戦後の生まれですから、戦後のね、いわゆる民主教育を受けてきた人間で、もう今日本にいる方はほとんどそういう教育を受けてるわけだけども、西洋的なね、もう個人を大切にするとか、自由平等基本的人権、これを大事にする教育を受けてきたわけで、その立場からすると50歳を過ぎてね、日本の神道の世界に入ったわけでしょ。そうするとね、今まで50年間ね、自分が考えてきたこととね、その神道のね、日本の伝統的な考え方のね、このギャップっていうのは正反対だね。びっくりしましたよ。と思ってね。だから僕は神道の勉強というのはね、本当に面白かった。生まれて初めてじゃないかな、自主的に勉強したのは。勉強したいと思って勉強したのは初めてじゃないかな。それほど僕にとっては日本人の伝統的な考え方ってのは衝撃的でしたよ。でこれはすごいなと思いましたね。でなぜこんな素晴らしいことを僕は子供の頃から教えてもらえなかったんだろうかということがね、誠に残念だったね。で逆に今僕の同世代もしくは僕より若い人たちがそういうことを教えてもらってないし、そういう考え方をしない、それ残念でしょと。もっともっと日本人の伝統的な考え方の素晴らしさを皆さん知って、そういう考え方に基づいてね、日々暮らしたらいかがですかということを今提案してます、僕は。その方が楽だというふうに思うんですよね。日本人はね、古来そのね、人としていかにあるべきかということをね、ずっと考えてきた民族なんですよ。でこれをね、また考えることができた民族なんです。なぜかというと、要するに外敵に侵略されてなかったでしょ。この島国でずっと完結してましたでしょ。がゆえにね、考えないでのんべんだらりと向上心なく暮らすこともできたんだけど、それはやらなかったんだね、日本人はね。きちっとやっぱりね、この島国で人はいかにあるべきかということを常に考え続けて、道ですよね、剣道、柔道、茶道、華道、全部道がつく。これは華道を通じて、剣道を通じて、柔道を通じて、人はいかにあるべきかということを考えなさいと。これは世界中の民族にない、やっぱり日本人の素晴らしいところだと私はずっと思い続けてますね。またそれができたというね、幸せをやっぱりかみしめるべきだと思う。